あのー、まあえー、アマゾンプライムなどで見られるんですけどビープっていうですねあのアメリカの副大統領を主人公にした、えー、コメディシリーズがありましてアーマンド・イニアヤヌーチーさんがあのクリエイトしたんですけどこれあの僕ファーストシーズンに終わりました6シーズン目まであるみたいなんですけどなかなか大変なんですが大変やっぱり面白くてですねこのアーマンド・エアヌーチっていう人は「t h Th e セ i c k o v i っていうコミポリティカルコメディとか「InTheLoop」インザループっていうやつとかあと えとその前はそのスティーブ・クーガンと、えー、アラン・パートリッジシリーズを作ってたまあ本当コミック界のコメディ界の天才なんですけどこの副大統領があのホワイトハウスの横に僕このコメディ見るまで知らなかったんですけど副大統領ってホワイトハウスにいないのねフワイトハウスの横のあのー、まあなんていうのオフィスにいてそこからいろいろやるんですけどその大統領って全然姿を現さないんですよ。これがまた面白くて最高司令官でである大大統統領領ははずっと姿を表さないでで副大統領はい副つも あの大統領から電話あったってその受付の人に聞くんですけどだからいつもなんかその大統領の注意を求めてるっていうであのまあそのいわゆるパブリック・リレーションズっていうんでしょうかあの副大統領としてどうやってその国民世論の支持を得るかとかその政策を進めていくかっていうそこの辺の様子がものすごくリアルに描かれていて。 で例えばあ,のある委員会があるんですけどその委員会にクリーン産業の委員会っていうのかなそれにその本体クリーン産業ってことにあの反対まあまあ、ま、反対のはずの石油業界の人を言えるか言えないかみたいなところでのネゴシエーションとかその何て言うの上院議員のねとのやり取りとかそこら辺がすごくリアルに描かれていて。どう,あこう,いう 感じだ,よなっていうだからそのアメリカの政治のプロセスについてのすごいいい教科書にもなってんですけどそれがコメディーになってるでもちろんあの最近のコメディーの文法として、えー、ラフトラック笑いのトラックはなくて「でフライ・オン・ザ・ウォール」っていうし形式ですよねまる、あ、であのハエが壁に止まってて全てを見てるかのように、えー、ドキュメンタリー形式で進んでいってでその手持ちのカメラで撮影してるんですねおそらく。だから そういう臨場感なんか持ってて本当にあの面白いシリーズなんですけど僕あのそのトニー・ヘイルっていうですね、えー、ちょっとなんていうかな副大統領のお付きのとろいアシスタントがいるんですよ。でこの人の演技がやっぱり振り返ると2回プ,プライムタイム演技もらってるみたいですけどあのすごいなと。あのっていうのはですねあの 主人公の副大統領を演じている、えー、ジュリア・ルイス・ドリフェスの演技っていうのはもうこれプライムタイム演技をずっともらっててあのすごいことは分かってるんですけどこのマヌケなアシスタント本当にマヌケなアシスタントに見えるんですよトニー・ヘイルさんって。あの例えばあのあ大統領の耳元で近づいてきた人の名前とかプロフィールを言って大統領が副大統領があの適切にコメントできるっていうのがあの、まあ、面白いところなんですけど。 トニー・ヘイルは NASA っていうのがね NASA の誰かが来た時に NASA ってナサっていうのはあのナショナルのなんだっけどアストロミカルなんだっけど NASA の,あの,なんての頭文字の意味をわざわざ言おうとしてそんなこと大統領分かってるじゃないですか副大統領。だからそういうなんかそのなんていうかな一生懸命すぎてこの人トニー・ヘイルってこの人ですけど一生懸命すぎてあの外すっていうそれをものすごくうまく演じてて。でこのの人ってあの あのコメ役者だよともにコメディアンコメディアンなんで当然批評的な思考とかできるわけなんでそれであのコンフィエンシングなあの演技ができるってすげえなと思って、まあ、今回あの僕あのこれセカンドシリーズとかあるんでまたレビューしたいと思うんでとりあえずファーストシリーズのレビューは短めにしますが面白いですであのそれぞれのキャラクターがものすごくよく出てて。 あのいや見事なコメディーだなと思いますねでこのトニー・ヘールさん今回ねあのアシスタントを演じてるこの人のまぬけぶりっていうかこれが演技だから本当にまぬけな人がそこにいるような気がしちゃうんですよ一生懸命なんだけどまぬけな人がそこにいるような気がしちゃうんだけどだそれはもちろん演技なんでいやすげえなと思ってあのそこらのキャラクター造形のリアルさと何て言うんですかね政治のプロセスに関する深い洞察がこの「ビープ」の。 非常に深いい、あのー、意味なななんじゃないかなとてもとても面白い、えーま、大学とか高校とかの,あのなん授業でこういうのを見てみんなで議論するとかそういうことやったら本当に素敵だなというそれぐらいビープはよくできた政治コミでやると思います。